ベッドオール・ピサニ級装甲巡洋艦は、イタリア海軍の装甲巡洋艦の艦級。設計者は、エドアルド・マスデア造船士艦。本級は全級よりも、排水量が約40%増加したことに伴い、防御装甲が強化された。イタリア海軍では二等戦艦として建造された。写真は、カルロ・アルベルト。本級の武装と防御範囲を示した図。 本級の船体形状は還元の高い、単船主老型船体で艦首から、艦首看板上に、アームストロング1892年型15.2センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲がで一機、下部に司令塔を組み込んだ両脇に、船橋を持つ操舵環境の背後に頂上部と中部に二段の見張り所を設けた、全部ミリタリーマストが立つ。 この時代のイタリア巡洋艦は艦室分離配置を採用しているために前後に離れた日本煙突が立っている。原則甲板上に前後に離れて15.2センチメートル速射砲が片原に2機ずつ配置された。煙突の周囲はキセル型の通風塔が立つ関西艇置き場となっており、前後のミリタリーマストの基部についたジブクレーンにより運用された。2番煙突の後部には 後部環境を挟んで全部と同じ形状の後部、ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部甲板上に棒立てのついた6番手法が1機、配置された。船体中央部の原則には、原則走行に開けられた方角配置で複方の、アームストロング1891年型12センチメートル速射砲を、単装砲がで片ゲー4機ずつ、軽8機を配置した。走行の配置されていない、 監守ビブには植民地系美人の通風を良くするために至るところに幻想が開けられていた。ありがとうございます。